の道の駅を、出ます。そして今、今反対側の方に行ってずっと行ったら、この細い湾、なんだか湾の向かい、この細い対岸から佐吉の教会を見ることができます。見えてますでしょうか。見えますね、遠いけど。で、あの教会は右の山の上から見ることもできる。あ、これが世界遺産ですからね。 これはこの辺でね、世界遺産になった教会は長崎だとか平戸の方にいっぱいあるんだけど、天草はあれ、これの他はどこあるか自分は知らない。もしかしたらこれだけかもしれんし、だからそういう面で貴重なんでしょう、これ。あ、そっか、世界遺産になったからこれね、道の駅できた。あ、そういうことでした。はい、牛深へ向かいます。あと25キロ。